気づくかなっつって。マジかよ。最後まで楽しみにしていただければと思います。いや、めっちゃ聞いてほしい話があったのよ。聞いてほしい話？そう。ねえ、でも、うん、ただじゃな。こちらの方が当選です。え、お金払わなあかんの？なんで？何何？あのね、この前、うん、VDK とかとサウナに行ったのよ。そこのサウナが赤すりもあって、で、あれ赤すり受けたいなと思って受付行ったのよね。そんならその赤すりは男湯の中で、お名前呼びますんで、男湯の中で待っててくださいって言われて、男湯の中で赤すりすんのかと思った。いやでも汚ねえと思って。ほんまにでもそう。え、そうなの？うん。吸った赤が湯に入るやん。いや、それじゃない、それじゃない、それじゃない。別のブースみたいな感じで、パーテーションで仕切られてはいんねんけど、まあ、そう、呼び上げますんでって、お名前呼ぶんで、あの、男の中で待っててくださいと。わかりましたって言って、で、もう全裸でずっと待ってたのよ。ほなら、名前呼ばれて、誰々さんみたいな。こちら来てくださいねと言って、パーって俺全裸で堂々と入っていったのよね。で、あ、すいませんお願いしますって入ったら、横におばちゃんがおって、まあほんなら、そこさ、あの水着をレンタルできんのよ。誰でも履ける水着置かれてんのよ。あ、そうですよね、履かないといけないですよねってその場で水着履き始めたの。そう、そこで水着履いて。やばすぎだろ。サウナね。プール来て。あ、プール来たよな。ジムについてるプール行きたい。あー、人少ねえしな。うん、ちゃんと泳ぎたいっていう。俺水泳だったら俺配信者の中で一番強いと思ってる。そうでしょ。いや本当に5対1でも多分勝てる。え、そう、いや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 、説得力皆無です。俺水泳10年やってたから。いや、そうだったとしても、ご自分の縄跳び覚えてますか？いやいや、あのね、うん、あー、まあ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 、縄跳びと一緒だと思っちゃうか、やっぱ。いや、縄跳びよりも陸の人間は全身運動よ。水泳って、まあまあ、水の人間にしかわからないかも。何よ、何よ、説得力ないって。多分10対1でも勝てるよ。そんなに？もう一度単独での生存。マジ、今度勝負しようぜ。お、あり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 。うん、泳ぎ、肩は肩。肩？うん、あ、平泳ぎ。あれ、体柔らかいよ。あ、か、さ、その肩か。どの肩や。あの、肩ちゃんと回るかっていう、俺だから四十肩がなんか心配されてるのか。平泳ぎ。いや、平泳ぎ俺一番遅いからちょっと。あ、マジでクロールで10人相手できるってこと？何でもいいよ、バタフライでもいいよ。つか、何でもいいよ。いや、でも普通に、うん、ヘンディがクロールで俺平泳ぎでも勝てるよ。距離倍でも勝てる。言ってるなぁ、やばいわ。ちょっと俺東大阪のドルフィンって言われてたからね。おい、俺の筑豊の飛び事とあんま変わんねえじゃないか。言ってるね、レベルが。筑豊の飛び事。俺泳いでる途中に速すぎてたまに浮いて飛ぶから。いや、半馬裕次郎や。半馬裕次郎のバタフライみたいな。まあ、違う、さすがに水が逆流してたら無理。なるほどね。半馬裕次郎は逆流してるっしょ、水が。確かに、相当な自信があるな。多分俺が隣のレーンで泳いでたら、波でヘンリー陸に打ち上がる。ビターッ、当たって。そんな早すぎるやろ。